日本群馬県安洲郡長野原町川原畑川原畑は群馬県安洲郡長野原町の大技。郵便番号は377-1301。面積は4.38平方キロメートル。八っぱダム建設により、元の集落はダム湖の八丁和が妻湖に水没するため、2011年から北側の高台に集落を移転した。なお、 ダム及びダム湖の八ッ場は、本区東側の小技に由来する。大技川原湯は八丁和が、妻湖を挟んだ南側に位置し、八ッ場大橋で結ばれている。また、関東のヤバ系の異名を持つ東渓谷の生誕にあたる。川原畑村は、大湖より、東郡に属し、三原省に属していた。また、分村等のことはなかった。 天平十八年当時は、沼田城、真田信之の領地と伝えられている。江戸時代は、はじめ沼田藩領、元長元からは、幕府領であった。1889年の町村聖志向で、近隣旧家村と合併し、長野原町ができる。その後の1917年大技の名前が変更され現在の名前となる。1986年に、八 八っダムの建設に関する基本計画が策定された。この八っパダム建設により、旧川原畑地域はダム湖に沈むこととなったため、予定湖面より高い地点に移転を始めた。2011年には国道145号八っパバイパスが大体地で開通した。東川の水深が浅く、やや広いため河原となるところがある。そのため、 この河原の形であると考えられている。大体地に移行しても障子が残っている。そのため、現在でも地名として残っているものがある。大体地での障子旧地域での障子2017年8月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。町立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。同時に、鉄道駅はない。最寄り駅は、 JR 東日本阿賀つ線川原温泉駅である。同阿ざ内に路線バスの停留所は存在しない。茂城トンネル国道は国道145号8パバイパスが通っている。県道は群馬県道377号川原、畑大戸線が通っている。国道145号8パバイパスが開通するまでは旧道時に 旧国道145号が通っていた。橋トンネル当庁には長野原町から指定された避難所が一つある。ありがとうございます。